どうもとあるウォーカーです。本日は兵庫県の王将にやってきました、西宮恵比寿前店です。お味の方は果たしていかがなんでしょうか。そして王将の前には謎の自販機あります。グランティーレモンって書いてます。このレモンって美味しいんでしょうかとりあえず王将でご飯食べていきたいと思います。はい、商品到着しました。安定のチャーハンセットです。チャーハンがとても怪しいです。ちょっと様子がおかしいです。食べ終わりました。ここの王将なんですが、はっきり言います、今までの中で一番ダメです。何がダメだったかは車の中で話したいと思います。はい、車に戻ってきました。せっかく食べたんですが、なんか今回はダメだなって感じですね。まず何がダメだったのか、もう味です。王将に今まで来て、あ、こんなにダメな王将あるんだなっていうレベルで愕然としましたね。まずチャーハンなんですけど、ベタベタでなんだこれって感じでしたね。で、まあ、餃子は正直やっぱりどこの店舗でも焼き加減のなんて言いますか、さじ加減はあるんですけど、まあまあ餃子はまあ普通でしたね。別に可もなく不可もなくって感じで。ただちょっとやっぱチャーハン衝撃すぎて、ベタベタっていう、もうパラパラじゃないっていう、なんかちょっとベタついてるなぐらいは今まであったんですけど、もう完全にベタベタで、なんじゃこりゃって感じでしたね。マジかっていうのが正直な感想ですね。で、唐揚げもなんかサクッっていう感じじゃなくて、なんかニュルっていう表現が正しいのかわかんないですけど、感じで、で、まあ揚げたてかって言われたら、ちょっとなんかちょっとぬるかったなって感じで、で、やっぱあかん、ダメな店共通で、小鉢のスープあると思うんですけど、あれがそもそもやはりちょっと美味しくないですよね。とろみがなく、もうなんかサラサラで、で、まあ味もなんかやっぱ薄かったんで、まあ、ダメな店っていうのもやっぱスープでちょっとわかるんだなってのをやっぱ再度確認しましたね。はい。で、肉と卵の入り付け今回も頼んだんですけど、なんかパッとしなかったですね、味が。もうなんか、もう、はい。ちょっと感想が言えなくて申し訳ないんですけど、パッとしないです、もう。前の肉と卵の入り付けが衝撃すぎて、なんかもうここの肉と卵の入り付けはもうなんか、美味しくないっていうのは、いや、まあでもまあ、美味しくないですかね。もう、はい。ただ、一つ思ったのが、全部ダメだっていうのは言いましたけど、店員さんの、対応は別にすごくっていうか、まあ普通だったんで、別に、なんていうんですか、そんな、なんか、気分悪っていうところまではいかないですね。やっぱ、泉、なんたら店とはちょっと、わけが違って、まあそこを、やっぱ結構重要なんだなって再度認識しましたね。結局、ご飯美味しくなかったとしても、人の対応で、まあそこカバーできるっていうのはあると思うので、まあ正直そこもダメだったらもうなんかちょっと怒り狂ってましたね、正直。まあなんで、まあそこの対応はまあまあ悪くなかったんで、別になんかまあ美味しくはなかったですけど、まあカバーできたのかなと思います。まあまあこういうお店もありますよ、やっぱりね。まあ全部が全部当たりじゃないんでね。まあ今度は、当たりの店、行きたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。